本日のお肉でございます。金の満腹セットということでお肉がいっぱい、それとこっちには八宝菜があって焼き野菜もありますということで、こんな感じで今日は晩酌していきましょう。はい、前川京でございますとか、本日も一人晩酌の時間が始まりました。言うて、あのね、今日はもう簡単な焼肉、簡単な焼肉だわ。なあ、おかしいんやけど、まあまあとりあえず見てみて。今日もめちゃめちゃ凍ってね、ビール。そこ行ってみましょうね。うわぁ、氷かか、まだか、まだやな、まだやけど冷たいわぁ。ということで本日もお疲れ様でございました。乾杯でございます。うーん、めぇ、たまらんね。そこで、今日は、久しぶりにさ、このミニグリルプレート、これでちょっと焼肉しようかな思って。最近さ、本格的言うたらおかしいけど、穴の開いたプレートとかさ、ちょっと大きめのプレートを使っとって、だから今日はこのミニグリルプレート久々に登場で、これで気楽に焼肉やっていこうかな思って言うて、しばらくお付き合いくださいませ。言うて、本日の食材ね、これスーパーライフさんの金の満腹セットということで、こんな感じでお肉がいっぱい乗っとりますということで、締めでこれ 500g やったかな、乗ってますということで、このお肉とで、ちょっとね、このでっかいエリンギ久々で、ナスで、ウインナーね、こんな焼く野菜と、ちょっとね、珍しくてこういう八宝菜売ったということで、せっかく本日のお肉でございます。八宝菜、あ、ちょっと待って、金の満腹セットということで、お肉がいっぱい、八宝菜ね、それとこっちには八宝菜があって焼き野菜もあります。いただきます。こんな感じで今日は晩酌していきましょう。エビちゃんやろ、うん、で、卵で、野菜うん、八宝菜うまいな。八宝菜、今日はね、全部ライフさんのことでいいやけど、あ、野菜だけはこれ、スーパー万代さん、万代さんしかね、このごっつい、これ、エリンギ、ごっついエリンギ、万代さんしか売ってないよ、これ。うん、そうで、これで、ビール。で、タレの説明やねんけどね、今日、そのね、この肉買うたところに行ったら、こんなね、珍しいもん売っとってん、これね、スーパーライフさんの多分特製やと思うねん。なんやねん言うたら、2種のネギと玉ねぎの塩だれいうことで、これ多分スーパーライフさんの特製品やと思う。そういうことで、ちょっと開けてみると、ちょっと待ってや、うわー、これわかるかな、ほれほれ、こんな感じ。このほんまにね、うわ、ごっついこの玉ねぎの風味、こんなん、これをだから上に乗せて食べいうことやのかな。これ珍しそうやったんで、こうできました。いうことで、早速ほんならちょっと焼いていこうか。早速本体焼いていきましょう。せっかくやからね、お肉ということで、焼いていくで。何を言いかけた今。よし、ええ感じ。ちょっとね、久々の登場、ミニグリルプレート。あ、これ油引いてない。ちょっと待って、油取ってくる。そういうことで、油取ってきた。ちょっと待てよ、簡単に、こっち行って。こんな、簡単に油引いてもらったら、やっぱくっつくもんね。前にもお伝えしたと思うけどね、これ、ミニグリルプレート、新しく買い替えたんですよ。で、前のやつがね、もう、何ていうの、その、ベタベタなったっていうのかな。これもう、何ていうの、焦げついてはないんやけど、その、もともとのそのお肉の残りがいっぱいこう重なってきて、なかなか焼けへんなってきたから、これ新しいやっちゃうね。ということで、久しぶりのミニグリプレート登場。ということで、もうええか。ねえ、火力もアップしたような感じやし、お値段は安かったよね、相変わらず。1500円か600円かやってんけれども。うんうん。ということで、ちょっと待って、八宝菜いただこうか。八宝菜。あ、イカもあるし、イカ。うん。うまい。うん。おいで、ビール。早速ほんなら、このタレでいただいたろう。ちょっと待って、こう直でいこうか。これね、つけますでしょ、で上にこう乗せて、こんな格好なんね。ちょっと待って、乗せられるか、ちょっと待って、見える、こんな格好。これちょっといただきます。
確かに塩だれやわ。うん、うまい、うまい、うまいけど、これ玉ねぎ嫌いな人は絶対食われへん。めちゃくちゃ玉ねぎの風味するわ。うん、うまい。うん、このね、ほんでミニプレートでやるときは油が落ちてけえへんから、油を取るこういうねキッチンペーパー、これ用意しとって、これ用意しとかんとえらいことなんねん。肉焼くとね、この油がいっぱい出てくるから、取らんとね煙が溶散になるんだわ。時折こうやって取ってくださいね。はい、ほんなら綺麗に焼けるからね。ということで、ちょっと早速エリンギも焼いておくか。ごっついエリンギ、これこれ手のひらサイズね。こんなね、野菜も焼いておかんといかんしな。お茄子も綺麗に切りました。また天ぷらと同じように、ちょっと待って、ちょっといっぱいやってみると、いけるか、これでいける、よっしゃ。あ、ほんで一応今日も頑張ってすりました、大根おろし。何しよう思ったんやからね、私最近ハマってるのがあのおろしポン酢よ。おろしポン、まあまあポン酢はねいつもの三塚さんのやつやんだけど、ポン酢入れて、ポン酢入れるやろ、で入れて、ここに山盛りの大根おろし、山盛りの大根おろしね。よっしゃ、いくでいくで、いけるかいけるか、よっしゃ、いけた、はい、いけた、よっしゃ。でこれでいただくんですわ。早速ほいだらいただきましょうか。よっしゃ、よっしゃ。豚肉、豚肉やなこれ。よし、で上に大根おろしこう取って、ほらこんな格好でいただきます。うん、やっぱりこのさっぱり食べる肉、めちゃうまい。あ、ビール入ってない、ちょっと待って、ビール入ってない、ビール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 が奥いっとったわ。しゃ、ええ感じやな。よっしゃー。で、ウインナーもちょっと焼いとく？ウインナーもちょっとこれ、さっそく焼いといて。で、これね、これ、あれかな、確かにこれ食うてんのよ、豚肉やな。牛と豚とセットになってるのかな。そやわ、ここに名前書いてあった。バラに豚肩ロースにバラ、え、バラ、バラ鉄板焼き用で、ここは豚バラで、こっちがな、え、これ何ですか、これバラ鉄板焼き、あ、だからバラ鉄板焼き用とバラとで豚バラやな、あ、豚バラと豚肩ロースやな。うん、ということでセットになってる。これ真ん中の方のバラはどうや、真ん中のバラ肉ってどんなん、ちょっと行ってみようか。ちょっと取れへんで、このままちょっと乗せようか。よっしゃ、あ、これちょっと大きいんや、あ、大きいんやな、あー、このバラ肉あれやな、ちょっと赤みが多いね。うん、ちょっと待って、卓上整理せんことにね、このまネギもな、うん、捨てがたいんやけど、あとね一応用意したんがこのごま油、ごま油よくさコメントで、なんていうの、あ、今日ごま油に塩入れたらうまいでとかいうの聞くやんか。だからごま油にアルペンザルツの塩、アルペンザルツで、これ塩ジャーッと入れて、これね、ごま油にアルペンザルツ、アルペンザルツじゃなくてもね、いやいや塩ね、あ、あれは胡椒か、ごま油に胡椒入れたら餃子にも合うでっていうコメントよくいただくの。これで確か焼肉の時はごま油に塩っていうのを聞いたと思うの。だから今日、わざわざ持ってきたんやね。わざわざっていうほど大切なものもないんやけれども。うん。まあまあ、そう言わんと。ね、日頃皆さんに見ていただいてるから、今日は、焼肉のタレなし。なしっていうか、今出したやつだけ。だから、我が家は焼肉さん今日出てきませんので。ということで、いっとこう。うん。八宝菜うまいな。うん。斬新斬新、今まで八宝菜買ったことないもん。うん、うまい、これでいい。
最近いろいろお出かけしようかなとか思って、自分なりにいろいろ行楽スポット探したりしてるんやけどね、なかなかそうやけど、あれやな、面白そうな場所ってないもんやね。ねえ、なんとか面白い動画撮ろうかなとか思って、ちょっと返してみようかな。もう返、もういいんじゃん。うわ、ええ感じやん。うん。なんか楽しい動画を撮りたいなとか思って、アミューズメント系とかそういうの探してるけど、なかなかまあ、出にくい、接しがない世の中やけどね。なんかないかなと思ってるんで、まあ、そのうち楽しみにしてて、いうことで、早速見に行くか。これは絶対、あ、これほんなん、こっちで行こう。塩で行こう。塩の、この、玉ねぎたっぷりバージョン、玉ねぎたっぷりバージョン、いってみましょう。うん、玉ねぎを思いっきり砕いて、でそこにネギやな、これネギの風味あるやんか、あれと玉ねぎの風味が絡んできてうまい。でこのポン酢はうまいに決まってるよな、もう絶対。今日はあっさりと焼き肉をいただこう思ってね。いただこう。うん。これはうまい。うん、で、この、ごま油に塩。これどうや？これ初めてや。合う合う。うん、うまい。はい、ごま油に塩って合うね。いけるよ。うん、いけます、いけます。ということで、うわー、この何ていうの、野菜も柔らかなってきたぞ。柔らかなってきたのがええけどな。ねえ、珍しいでしょ、いつも焼肉ばっかりやっとってさ、野菜買うてけへんのに、お前今日野菜あるやんけって言われてたけど、うん、ということで、食べてない肉はこれかな。豚、この先だ、豚な。適度にやっぱ油がうまいな、これ。うん。ということで、ちょっとこの間に、もうちょっと、最後の残った八宝菜いっとこう。八宝菜うまいわ。うん。うまい、うまい。うん。うん。八宝菜の、イカってうまいよね。うん。あれ、ない。これでビール。焼き野菜か。ポン酢は絶対焼き野菜なんか青に分かったんで。で、ちょっと待てよ。ナスなんかもうええんじゃん。ふにゃってきたけど、このエリンギはな、時間かかんねん、これ。こう、まんべんなく焼かんとな。うん。あ、でも、ウインナーはあれやな。やっぱ焼肉のタレがあった方が多たかもわからんな。ポン酢やったらね、あっさりしすぎてると思うね。で、まずは、この、何よ、これ、ほらほら、ナス。もう、ふにゃふにゃなったから、これ。これをポン酢でいただく。ポン酢の上に、大根おろし、あれ、ポン酢の上ちゃう、ナスの上に、大根おろしを乗せていただきまーす。あっ、うん、熱いけどめちゃうま。うん、やらかなったナスめちゃうま、最高やな。うめえ。おいで、ビール。あー、次のビールいこう。ということで、出ました、いつものアクアゼロ、おかわりプシュッと持ってきて、ではでは入れましょうか。キャラッと入れる。おいおい、ウインナー動いたぞ。なんでウインナー動くんや、勝手に動いたぞ。ポルターガイスト現象、もうウインナーいいかな。ちょっとウインナーいただくか。ウインナーそうやな、ポン酢やな、やっぱり。その代わり大根おろしたっぷりいったろ。大根おろしたっぷりのせろ。うん。あ、でもウインナーみたいなのこそあれちゃう、ごま油合うんちゃうの。ごま油にしよう、いってみよう。マジ、うん、
あ、うまっ。ね。あっちぃ。で、ウインナー、ウインナーちゃうわ。いいくな。ちょっと待って、第5話補充しようか。やっぱりこのポン酢の方がうまいかな。まあ、ポン酢もええんやけど、このネギもちょっと捨てがたいやな。新しい。新しい、うん、斬新な風味やな。この、玉ねぎの風味が強烈やわ、これ。うん、これでまずいったろ。よし。ジャバッとこうつけ。もうすごいね。玉ねぎのさ、あの、吸った匂い。ほんまこれ。ちょっと待って。これ、玉ねぎを食うてるみたいな、ほら。これ、ほら、いってみよう。うん。これ、そこまで濃厚な味じゃないんやけど、めちゃくちゃその野菜が入って、玉ねぎとそのネギの吸ってるのが感じるから、めちゃくちゃヘルシーに食えるわ、これ。これで見る。うん、これ斬新やな。え、これ何もやった ?128 円。消費税は別やろな。で、ライフさんの、多分と、あ、加工者ライフさんって書いてあるから、ライフさんや。加工して、ライフさんが加工してるんやん。あのね、ちょうど精肉店コーナーの上と、上に置いてあるやん。タレとか、おすすめのタレとかさ、あそこにあってん。で、これ何やとか思ったら、うまそうやな、玉ねぎとネギ、そう、吸ってるって書いてあるから、これはもうここ買わなあかんわって、こうできてるよな。そうで、もうエリンギがもうちょっとか。ではでは、お肉な。お肉ちょっと焼きましょうか。で、ちょっと待ってや。で、こっちが、これが、これさっき、あ、これがあれか、肩ロースの方、バラ肉の方やな。バラ肉ね、ちょっと切ったんやね。で、こっち側が、な、豚肩ロースやな。これね、セットになっとったらええでしょ、あの焼肉。あの、前にも何回も言ってるけど、ライフさんでもね、ほんま、いろんな店舗によって、肉の売り方とか違うから。で、僕言ってるところは、その、あの、片一方は片一方でこういうね、詰め合わせのセットとか今日、何だよ、1キロタイプもあったわ。1キロはでもなぁ、食えんことないかしてるから腹パッパになるしなぁ、思って。で、ここで言えへんかったけどな。うん、でも、何やかないとほんまにね、300、500見たらもう時期食えるからな、怖いんだわ。そうで、ぼちぼち。エリンも選ばれてるやろなぁ、もうちょっとかなぁ。しゃあ、いいかな。強行的な肉や境に、そうそうやかんでもええと思う。うん。もうぼちぼち、もうこのぐらいの半生でいった方が美味しいんちゃうかい。ちょっとこれと、これで大根おろしを挟もう。ちょっと待って、これは、ちょっと待ってくれ。これはちょっとこっち置いとこう。焦げるからね。焦げるから。よし。で、これで大根おろしを挟む。挟んで、大根おろし。こんなが、これいっとこうか。とこ。いただきます。うん。ほんま、いつも言うか知らんけど、さっぱり食えるからええな。うん、これ見る。あー、うまい。で、これもネギでいこうかな。ネギだく、これもちょっと癖なるな。タレ、ネギだくのタレで、あ、ね、玉ねぎだく、うん、玉ねぎだくいっとこう。ほんま、今日はいつもの焼き肉と違うわ。あの、濃厚なタレがないやんか。ちょ、ポン酢足しよう。さっぱり、みんなさっぱり。あ、まあ、ごま、あの、ごまだれは、あ、ごまだしだわ。ごま油は、まあ、そこまでさっぱりじゃないけども、やっぱりごまの風味があるから、うん。あの、焼肉のタレほどではないな。で、エリンギとく、エリンギとか、その前に濃縮。せやな、ちょっとこの、豚バラ肉とかはちょっとな、時間かかるからな、この辺。どうしようか。で、こっちがもうちょっかい。よし。で、エリンギからか。エリンギ。しゃ。バカでかいエリンギ。これ、天ぷらの昔だったやったっけ？ねえ、バカでかいあのエリンギを凍りましたよ、これ。でっかいやつ。いただきます。
切れへん。うん、うまっ。うん、うまい。うん、これ食ったらお腹いっぱいになるわ。うん、うまい。うん、たまらんな。これでからビール、暑いわね。だん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 暑くなってくんねんけども、この焼肉とか、まあさすがに鍋はできへんねんけど、鍋天ぷらもな、ちょっとこう敬遠するんやけど、焼肉はついついやってまうね。うん、これはもう焼肉の魅力やもんな。わー、大根おろしたっぷり、これがめちゃんこうまいよね。で、この大根もうええ、よっしゃ。あんまり焼かん方がええんじゃん。さっきからちょっと焼きすぎちゃうかないう感じやねん。でもこれあれか、豚バラやからな、豚バラやからもうちょっと焼いた方がええかな。うん、その間に、おお、これ箸でやっとんやな、箸で、箸でやっとんや。ちょっと待ってくれ。その間にほな、こっちのバラ肉、バラ肉これよ、バラ肉な、これ赤身やから赤身をつけましょう。ボンボリに違う違う、なんでこのセットこうできたら、こうできたらっていうか、そのセットとこの、あのミニウリプレートあったら便利やろ。最近はね、ちょっと大掛かりなセットになっとったから、大掛かり言うこともないんやけどもね、ちょっと軽く焼肉するにもどうかなっていうあれやったけど、ほんま、あの元々の原点っていうかね、私の一人焼肉の原点これなんでね。うん、このミニグリルプレートいただきます。うん、やばい、さっぱりいただく、あのうまいな、さっぱりいただくって何言うてんの。このネギ、ネギの、ね、ネギと玉ねぎのすりおろしたやつも変わってる、こうね、今までなかったんこれ。うん、多分あのライスさん考えたんやな。ちょっと待ってよ、よっしゃ、ほら巻いたった、これ玉ねぎとネギ。うん、今差しでいこうかな。玉ねぎを何よ、表の皮だけ剥いてそのままかじってるいう感じ。すんげえ玉ねぎの風味するわ、めっちゃうまっ。でごまだれ、え、ごま油。うん、うん、こっちしようか。あ、でも今日の軍配はこれあれやな。うん、ポン酢、おろしポン酢か、このネギ、ね、ネギ塩だれ、これ、これうまい。うん、うまい、おいしい。なんぞ、おもろい、その、タレとかないかな、三色店。そんなんたまたま今日売ってたからね。まあ、ライフさんだけじゃないと思うけどね、こういう、何よ、お店独自で配合したっていうかな、そういうのあると思うんで、また皆様よかったら探してみて。そうだよ、次行っとこうか、次行っとこう、まだ入ってない。オッケー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 、シャ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 。いいな、今日ほんまあっさりだれしかないっていうのは何とも言えねえな。うん、何とも言えんとか、さっぱり食えるか。あー、これでもあれな、牛タン粉できた方がよかったもん。あれな、牛タンは今日なかったもん。牛タンどっかあったんかな、見てなかったんかな、ちょっとセットこうだから。でもこの和風のタレ最高にうまいね。うん、よっしゃ。これ豚やからね、豚と牛さんやからね。でここにちょっとポン酢補充食、ポン酢補充して、で大根、あ、そうか、大根おろしやからちょっと水っぽくなってくんねや。なんかちょっと薄まってくんな思ったら、そうかそうか、大根おろしの水気があんねんな。うん、これはしゃあないな。まあそれは辛抱せんのしゃあない。今日で、いつもでない大根の人はアホほど吸ってや、アホほど吸ってください、いやーっていうことで、もうね、しゃしゃー、ちょっとこれまだかな。うん、しゃ、
もうぼちぼちでいいか。あーちょっと寂しいからちょっとウインナー最後のウインナー入れとくか。しゃ掘るなっちゅうのよ、ほんまに。ウインナーはね、軽く温まったらいけるからね。よっしゃ、これね、こっちの豚肉はようやかなあかんと思うね。こっちの牛さんはそうでもないと思うけど。ではでは、牛さん、よし、牛さん大根おろし乗せていただきます。うん、ほんまさっぱりや、うまい。うん、うまいうまい、うん、これはうまいっすな。これでビール。あー、うん、最近なかなかね外食もできへんからあれやねんけれども、そのなかなか外食いうとかってなんとかな、空いてるお店がなかなかないからな、それとかおすすめできそうなお店がなかなかないからな、難しいなと思ってんけど。あ、今の焼き加減最高。うん、豚肉でもええ感じやわ。うん、あれをあれをこの塩だれ、このネギ、ネギで、あれちゃうかな、あの食うたらうまいちゃうかな。ちょっといったろう、よっしゃ、ちょっと待ってや、取れへん取れへん、豚肉、豚さん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 、はい、よっしゃ、もうなんやかねえと肉もどんどん減っていくしな。ウインナーもうええ、うん、ウインナー、ウインナーもうちょっとかね。ウインナーって生でも食べれるのか知らんけどな。うん、あれもうないぞ、おい、ああ次のビールが。ということで、なんか冷蔵庫あさっとったらビール発見、ビール、あ、ビール発見って、あのほんまほんのビールな、プレミアムモルツ、これ工程の忘れとったわ。ちょっと待ってくれ、いや久しぶりやな、プレミアムモルツ、これね、天然水生ビールということで、これ取りましょう、いっときましょう。そうか、久しぶりの生ビール、いっとくで、チャラッと。あー、ちょっといい、あおー、あー、うまいな、ええ感じ、ええ感じや、うまい、うまい。それでもう肉へ、よっしゃ、ウインナー、ウインナーもうまあ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 かな。うん、これ前なボソって落としたから、ちょっと待って、あの体勢を整えてるわ、体勢整えて、こうやっておか、これでいける、よっしゃ、これでいこう、もういけるか、もういけそうな気すんねんけどな。よっしゃ、なこれみんなはこれ置いといて、で、ちょっと待って、まずはほんならこっちのちょ肉をちょっとこう焼いといてやな、焼き持って焼いといて、焼いといて、で、これ今日はハマってる塩だれ、塩だれでいこう、塩だれな、もうほんま、あんだけ玉ねぎが、玉ねぎはうまいな、あれ玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎを上に乗せる、乗せて乗せてあげるー、ということで、ちょっと待ってよ、玉ねぎが乗らへん、つうかもうそんなないねんな、これだいぶ下ったから、これいっとこう、うわっ、ごめんなさい、回してしもた、この玉ねぎの風味めっちゃうま、なんか出たよね、すでこれで見る、めえ、もうええ、もういけるやろ、こう返して、ウインナー、ウインナーはもうポン酢でいこうか、え、ウインナー今日ポン酢いった、ウインナーポン酢いってないっけ、いってないかい、わからんな、ちょっとこう、うまいな、ポン酢で、お肉挟もう、挟もう、挟んで、大根おろし、アホほど挟んだろう、わー、大根おろし挟んだった、いとこ、うん、これはさすがにめちゃんこあっさり、うまい、
このほんでポン酢の酸味がなんともいいな、めちゃうま。はい、最高やな。つうことでもうな、言うてる間に最後の肉、最後の肉いったもんやもんな。このこれもう最後や。ああ、終わってもうた。豚バラ、豚バラもな、やっぱこう適度に脂身になったらうまかったな。うん、あれ、ビアビアビアもうないやん。わあ、終わってもうたやんか。そやな、でも赤身、赤身ばっかりっていうのも、あの肉食うてる感じで、やっぱ適度に脂身がなかったからな。うん、じゃあこっちがあの豚で、こっちが牛さんやからね、牛さんやからね。なんでさんついてんの、ちょっと待って、もうちょっとこれあのもうおろしポン酢、おろしポン酢一本でいこう。これやっぱりあれやわ、最初の大根おろし、大根おろしからお水があるから、ちょっと待って、もう一回。そう、最後の肉はさ、やっぱ美味しくいただかんとな。ポン酢もう一回作り直すや、作り直そう。ポン酢を入れるや、ポン酢を入れて、でここにや、ここに大根おろし、アホもな、大根おろし、ちょっと待ってよ、チャラッと入れる。よっしゃ、入れてや、入ってや、入ってや、よっしゃ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 、入ったね。ちょっと待って、返す、入れる。よっしゃ、豚肉はまだやろ、牛さんはいけるか知らんけどな。うん、やっぱりな、このポン酢が濃いわ、新しいポン酢はな。鍋やっとってもせえやんか、どうしてもポン酢薄まってくるやん。薄まってきたらどうしてもな、足したかってそこで水っぽくなってくるからな。このぐらいでいいんじゃん、牛さんは。よっしゃ、いっとこう。よっしゃ、で、ポン酢、うわー、ええ風味や、ポン酢の。よっしゃ、いただきます。うん、うん、うまい、バリバリ。もういけるか、もうええか、まあもうちょっとかな、もうええや、もうええこれ。よっしゃ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 、たっぷりのこのおろしポン酢にダイブさせて、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってや、たっぷりの大根おろし、たっぷりの大根おろしをのした、これ山盛りだったね。いっときましょう。うん、最高やな。うん、うまい。おいで、ビール。あー、これはうまいわ。やっぱし焼肉はうまいな。ということで、ほんで、久しぶりのこの、いつもちょっとセッティングが凝ってたから網焼きグリルばっかり作ってたけど、久しぶりのこのミニグリルプレート、やっぱりこれ中長、ちっちゃくて便利やわ。ということで、ほんま焼肉したいなっていう時にフラッとできるからよ。うん、これでみ、あー、つうことで本日の、プチッと晩酌っていうの一人焼肉満足しました。ということで、ごちそうさまでした。ということで、また次回の一人晩酌もお楽しみに。バイバーイ。